はい、じゃあいきなりクライマックスですが、前回の続きからやっていきましょう。遅くなりました。逃げる、どうなる、逃げれるのか。あ、逃げた。あ、全然夢中だ。さくらちゃんがすげえところから始まったけど、どうも、じんたんです。苦痛にもだえるさくらに背を向けた。後ろからさくらの絶叫が絶え間なく響く。かあ、凛の言葉に従ったわけではなく、手を伸ばせば届きそうなほど間近に迫った赤羽さんが怖かった。確かにあれは怖い。だって前回ね、ボコスカ殴っても全然聞いてなかったし、仕方ないんやで、さくらちゃん。次の世界線では助けるから。さくらの苦悶の訴えが俺の心をえぐり続ける。やめてくれ。もうやめてくれ。ここから出てはダメよ。赤羽さんが待ち構えてる。入ってこれないの、ここには。やがてさくらの声も聞こえなくなった。どうすんの、見に行くの、そのあれを。みんな死んだ。赤おばあさんに殺された。あなたのせいじゃないわ。ああなってしまったら誰にも、どんな人にもさくらさんを助けることはできなかった。姉さん、俺は、やべえよ、主人公病んでしまう。どれだけ時間が流れたろう。どんぐらい経ったの。水滴の音が聞こえる。ここは完璧アンチなんだね。お、ひなたはひなたじゃない。ひなたはひなたの友達。なんだそれは。ひなたはひなたの友達？ここにはもう二人、ここには二人ひなたがいて、もう一人はまさか姉さんのこと？姉さんもひなたって名前だもんね。姉さん、ここに、近くにいるのか？あら、お母さんがひなたじゃないよね。思い出す。病気で死んだ姉さんとの記憶。姉さん。いつだったのか、小さい頃、俺は川で溺れた。溺れていた時のことは覚えていない。ただ、河原にいた姉さんの姿だけが目に焼き付いている。不思議なのは、大人に救助された時は姉さんも一緒だったこと。何も覚えていないけれど、姉さんはあの時、俺を追って飛び込み、一緒に溺れたんだろう。一緒に。この子だよな、冒頭で出てきた。あの子誰だろう。ダメだ、姉さん、僕は。あれが小さい頃の俺みたいな。逃げて、一人生き残ったんだ。姉さんを助けてくれたのに。ここに来て初めて生きているという安堵を実感した瞬間、恐怖で塗り固められた気持ちが溶け、目から涙が溢れ出した。よく頑張った、ジンタン君。勇敢だった、桜さんを助けようと絵の中にまで入って。この極限界にあって、あなたのような行動が取れる人は決して多くない。そう、多くないのよ。ちょっと BGM が大きい気がするけど。涙は心が壊れてない証拠。思う存分泣いたらいい。優しい。そして泣き終えたら覚悟を決めて。何の覚悟？あ、さあ始まるわよ。終わりと始まり。凛の話をじっくり聞く。手短に頼む。じっくり聞こう。わかんないもん。ジンタ君、かけるの言った、かける君には何度も言ったけれど、生還のチャンスが今後もあるとは思わないで。私は自分の身を危険にさらしてまであなたたちを助けようとは思わない。いいえ、そんな余裕はない。私もいつ赤おばあさんに殺されるかわからない。おそらく何度もあったはずよ。お互いの何の情報も持たず、民宿で出会い続け、殺され続けた過去が。私が死に、あなたが死ねば、もう二度と、永遠に誰もここにたどり着けないかもしれない。その結果、私たちは消え、次の時間帯へと移行する。次の時間帯？ジンタン君、あなたは疑問に思わなかった？死期を残した人たちがどこに消えたのかについて。この民宿には私を含む限られた人しかいない。みんな逃げ出したのかしら。いえ違うわ。今までの話と矛盾するようだけど、対極的には時間が進んでいるからよ。この民宿は古いわ。ざっと15年ほど前のもの。絵の中から赤おばさんが現れ、悪い噂が立ったことによってこの民宿は潰れた。何も知らない登山客や旅行客がここに迷い込むようになったのはその頃からよ。今の私たちと同じように、いびつな時間の流れに身を置きながら、あるものはここの存在に気づき、またあるものは何も知らないまま死んでいた。そうして、長い消滅と再生の果てに、最後は全て消えて、次の時間帯へ移行するのよ。私たちを散々殺し尽くした赤おばさんが、あたかも新しい獲物に狙いを定めるように。そして、それまでにこの民宿から逃げられなかった人は全員消えてしまう。ループの限界で隔てられた区域を私たちは今期時期という風に呼んでいるけど、かけるくんもそれには気づいていたみたいね。ループの終わりがいつ起こるのかわからないけど、いずれにしてもこの先には期待できない。さあ覚悟決めて、どうするかを選ぶのよ。あなた選ぶのはあなたよ。だ
民宿に救う赤おばさん、姉さんに似た少女の日向、狂った時間の流れ、残されたチャンス、理解できないことだけの異界で、俺は凛の言葉を頭に刻み。おお、戻った。スルリと戻った。記憶ある？すいません。あ、かわいい。私たち、道に迷っちゃって、電話をお借りしたいんですけど。みんないる。誰もいないのかしら。青い。しょうがね、上がってみようぜ。やむを得ないな。もう忘れてるんだもんね。そうか、前回の時は記憶があったのか、かけるは。待て。どうしたんだ、ジンタン。ジンタン、それは勝手に。人の家に上がるのは良くないけど、このまま突っ立っとくわけにもいかないだろう。はっ。え、違う？ちょっとジンタン、急にどうしたのよ。は？化け物？幽霊？何言ってんの、あんた。急に喋り出したと思ったら。本当だ。いい加減にしなさい、ジンタン。怒られた。それは確かにこの建物は不気味な雰囲気がある。私らを脅かすにはもってこいの環境だわ。ジンタン、私が普段からあんたに面白い話をしなさいと言ってるから、きっとジンタンはこれを機に脅かして笑い話にしようと目論んだんじゃないかと思うけど。涙ぐましい努力じゃないか。じゃあ認めてくれ。よく考えなさい。今はそういう状況じゃないの。割と切羽詰まってるのよ。違う。違わないの。なんでだ。なんで俺を完全論破するんだ、葵。ああ、叩かれる。はい、これあげるから静かにしてなさい。飴もらった子供か、俺は。飴ちゃんもらっておとなしくなる子供か。悪いな、ジンタン。俺も今はオカルト話に使える気分じゃないわ。信頼度ゼロなんだな、俺の。わかったわ、このチームでも立ち回り。こんなところにいつまでもいたくねえし。脅かすつもりなら幽霊一本に絞った方がいいと思うよ。化け物って言うと急にうさんくさくなるから。幽霊だってうさんくさいだろうが。ジンタンさんの怖い話聞いてみたいけど、今はそんな余裕ないし。さくらちゃんだけがもう味方だよ。ジンタンさん、葵さんのペンションについてから聞かせてね。優しいな。優しいな、さくらちゃん。さくらちゃんだけ助けてあげよう、もう。こいつらもう知らんわ。さくらちゃんだけ助けてあげよう。さくらちゃん、ジンタンの話なんて絶対怖くないわよ。期待しない方がいいわ。そうかな。さくらちゃんだけ助ける。もう決めた心に。こいつらも全員見捨ててやる。ボロ雑巾のように使い捨ててやるわ。じゃあさっさと電話を借りて、こんなところ出ようぜ。そうだね。行こう行こう。ごめんね、ジンタンさん。待ってくれ。使い捨ててやる。誰も話を聞かず奥へと進んでいく。このままだとまずい。桜が客室で血の染み込んだ畳を見つけて、葵が飛び出していく。そして葵は。もう、持ち物、あ、うん？持ち物は継続か。うん。ほうほう。ここにあったやつももう拾ったことになってるんだもんね。ちょっとどうする？前と違った行動を取らなきゃいけないんじゃないのか？どう立ち回ればいいんだ俺は。前と同じ行動するのはちょっと困るぞ、それは。どう立ち回るんだ？客来ねえだろ。電話置いてねえんだ。こういう飯食なら入り口付近に1台ぐらい置いとくもんだろ。ん？あれ、こんなんあったっけ？あれ、こんなんあったっけ？なんか、マットみたいな。もうお菓子ないわよ。だから子供か、俺は。俺は子供か、葵。ちょっとその扱いが心地いいと思ってしまう俺がいるから、ちょっとやめてくれ。ハマりそうだわ。くそ。あ、桜井ちゃん？絵だ。あ、森の湖というタイトルの絵。やめて！この絵にはトラウマがあるんです。桜が奥の方に進んでいない。で、だから、ぼんやりとした顔で何かつぶやいている。葵さんはジンタンさんのことどう思ってるのかな。あ、好きだ。好きなんだな。好き放題言ってるようで、案外可愛がってるみたいだし、弟みたいに思ってるのかな。同学年なのに。で、え、ジンタンさん、え、今聞いてた？なわけないですよね。なわけないですよね。私ぼんやりしてて、うん、電話見当たらないな。手つないだこととりあえず、ずっと。え、どうしてここにいるかって？この民宿なんか不気味だし、奥行くの怖いから。奥はかけるさんが見に行ったみたいだから、お任せしようかなって。そうか。今回は、かけるの記憶が前回ないから、ねえ、外で死んだから記憶受け継いでないんだもんね。だからあれか、行くのか、そういうことでしょ。ねえ、前回は記憶あったから死なないように立ち回ってたんじゃないやつ。達筆の字で書かれた張り紙がしてある。得意点である。得意点である。奥に行けばいいのか。ここの扉もあれか、自動扉式か、また。勝手に閉まるか。違う。おあ、え、ちょっと調子はどうかね。はっ、またしまったけど、
ちょっと、なんで？なんで消えちゃうの？何か落ちている。光る紙切れを手に入れた。うん、1万円くれた。これがあるとセーブできるからね。このマジ閉まるのどうにか説明してほしいわ。待って、タオルとかもなくなってる？タオルなくなってるね。もう濡れるというシステムなくなったのか。後半じゃないから。後半だから。雨で静かになるなんて子供見て。こっちに気づいてない。気づいてない？いやでも桜ちゃんやばいぞ。ちょっと脈ありだな。やっぱ桜ちゃんだけ守ろう。桜ちゃんだけ守って。あとはみんな見捨てよ。赤おばさん目。赤おばさんの絵だ。が以前とどこか違う。え、ちょっとなんで変わってんの？子供っぽくなってる？あ、ちょっとごめんなさい。え、ちょ、何？え、これ毎回なるの？ええー、もう上位。ちょっと布団かぶるわ。ちょっとごめんなさい。急に背筋に寒気が。マジでホラーゲーム一人でやるべきじゃないんだってば。ああ、怖え。なんか怖え。後ろから来そうだよ。リアルで来そうだ。かける。ここには、電話すらなさそうだね。インターホンすらないよ。ん？どうしたんだい？怖い顔して。この部屋から出るんだ。あっち行け。おかしいだろ。この部屋から出るんだ。なんだよ。まさかまた化け物が出るとか、なんとか言うつもりかい？悪いけどさ、ジンタン。僕はそんなもの信じちゃいないんだ。いいから出ろ！この辺りは僕が見て回るから、ジンタンは2階でも探してきなよ。2階にも俺が行く。かけるはユーマたちと一緒にいろ。どうしちゃったんだよ、ジンタン。もうこの辺りで化け物話は終わりにしようよ。僕だってこんな気味悪い民宿は早く出たいんだ。うっく。弱いな、俺。うっくじゃないよ。うっくってなんだ。もう、目で本気を示す。待って、目で本気を示す。かける、俺の目を見ろ。目を見て判断するって演出、映画とかであったりするけどさ、実際は目を見たぐらいじゃ判断できないよね。ジンタンがいつにも増して変なのは伝わってくるけどさ、つ、弱いかよ、俺。俺弱すぎるだろう。もう、こうなったら強引に。行け、出ろ、行け。わかったよ。わかったから押すなってば。なんなんだよ、一体。じゃあ、ここら付近は任せだよ。あ、いいの？よし。この布団の下に血が。血がない。なぜ？え？どういうことかわからない。が、今はユーマたちを安全な場所に避難するのが先決だろう。どこか安全な場所はあっただろうか。あの隠れが、あの、ひなたたちの場所みたいな。聞いてた通りだ。建物の構成が大幅に異なっている。なぜこんなことが。若葉ゆき、松葉ゆきやつ。それだけ一言メモだった。他に違ってることはないのか。なんか座布団みたいなのもなかったよね、前回。ちょっとあの、一週間ぐらい時間が空いてしまって、記憶がちょっと曖昧なんですが。もう見たくないな。ちょっとセーブしたい。ちゃんといるだろうな、みんな。いねえじゃねえか、かける。どこに行ったんだよ、あいつ。セーブしとくわ。ちょっといつ死ぬかわからんから、ごめん。ダメだ。かけるどこ行ったの？あいつちょろちょろしやがって。こっちは？厨房だろ、鍵かかってる。はい。じゃあ上だわ。上も行きたくねえけどな、俺は。なにこれ、生きてないって気持ちいい。何かが走ってくる。なにこれじゃ何？ちょっと何？ダメ。めっちゃ刺されてない、なんか。ちょっと何？めっちゃ刺されてない、なんか。弱。キモすぎる。開かない。ドアにわずかな隙間がある。バールのようなものがあれば、こっち開けられるかもしれない。なんか殺人鬼みたいなのいるんですけど。物音がする。誰かいるのかもしれない。なにわからん。厨房の鍵ゲット。へへへ。桜の叫び声だ。桜。桜が赤おばさんに捕まっている。みんな、もうここへ。なんだよ、こいつ。こんなこと。助け、お兄ちゃん。またなのか？生き延びるのよ、ジンタンくん。リーマスと言ったけど、それは正しいのか、本当に。わかんない。桜助けてみていい？ちょっと、ごめんね。はい。あの時の桜の最後の姿が頭をよぎった。もう嫌だ。桜があんな無残な死を迎えるのだけはもう嫌だ。恐怖よりも強い衝動が全身を駆り立て、無意識に突進していた。桜！俺の嫁！ああ、怖い。赤羽さんの腕が伸びる一瞬のうちに、体をわしつかみにされ、手元に引き寄せられていた。赤羽さんは勝てたというのに、万力を思わせる力で締め上げてくる。内臓を保護する骨がメキメキと悲鳴を上げ、あが。
死を理解した。リンの言うようにどんな人間も赤おばさんにはかなわない。一度捕まればそれで終わりだ。繰り返すのか、また、いや、もうどれだけ時間を繰り返しても俺たちが助かる見込みはないのかも。あー、お、傷を負った獣が自らを鼓舞するかのような熱い咆哮が聞こえた。赤おばさんの力がわずかに緩む。ここずとばかりに力を絞る拳をこじ開けた。縛るか、床に転げ落ちて振り返ってみれば、カケルが椅子を持って無我夢中で赤おばさんを叩きつけている。やった、走れ逃げろジンタン、走れカケル、カケルかっこいい、逃げろ逃げろ、早くジンタン、みんなを誘導しろ、何か知ってるんだろ、走れ、何か知ってる。青いユーマ、桜、みんなの視線が自分に向けられていることに気づく。こっちだ、おお、カケル、おお、なんだあれは、何なんだ。オッケー、安全地帯来た。夢よ、私たち夢を見てるんだわ。あんな女が現実にいるはずないもの。すげえ怯えてる青い、かけるそうよ、そうに決まってるわ。化け物、化け物だった。ジンタンさんの言った通り。ジンタンさん何を知ってるの。全てを知っている。俺の目を見ろみんな俺の目を見ろ。かけるが防空壕でユーマにしたことは伏せて、これまでの経緯を話して聞かせた。繰り返す時間、消滅と再生。私たちは今この民宿に着いたばかりなのに、こんなことって嘘でも冗談でもなかったんだな。しかもこの民宿からは出られないってわけがわかんねえ。ありえないわそんなの、嘘じゃない、そんなのおかしいわよ。お前も見ただろ青い、あの化け物の姿を。それより今はカケルだ。あいつはどうなった、無事に逃げられたのか。カケルさん、私たちを逃がすために。なあジンタン、教えてくれ、俺たちはこれからどうすればいい。おとりになれユーマ、俺とサクラのために俺の目を見ろ、ここにいろ。かけるを探しに行くんなら俺も。ダメよ、どっちか、ユーマかジンタンのどっちかここにいなさいよ。ユーマ、ここは任せたぞ。ジンタン、ここは安全なのね、絶対に大丈夫なのね、化け物は入ってこないのね。わかった、必ず戻ってくるのよジンタン。はい、はあ、そう、え、だいぶ変わるじゃん。まずは記録しておこう。はい、おとりになるんだユーマ。ユーマ葵、なんか化け物下にいるし、なんかもうすでに。ジンタン、お前はすごいな、あんな化け物に向かっていけるなんて。俺は怖くて動けなかった。動かそうにも体が言うことを聞いてくれねえんだ。何度も遭遇してるからな。そうか、けどカケルは、あいつはお前と違って以前の記憶は持ってないんだろ。以前の記憶か、自分で言ってて頭がおかしくなりそうだぜ。すまんジンタン、俺は何もできそうにない。カケルのことを頼む。カケルはもう死んださ、赤羽さんは強い。繰り返す時間、そんなことが。早くここから出ないと PTSD になるわ。あ、ジンタン気をつけるのよ、あんたはぼんやりしてるところがあるんだから。ありがとう、優しいな。ここは安全でしょ。でも帰ってきたらここでみんな死んでたら、もう俺のメリットってなんだ、もう魂が壊れてしまう。ちょっと待って、これ何、霊にも序列のようなものがあるのだろうか。この民宿に存在する霊は2人、聖者をなぶり殺しにする赤おばさんと、我々にあまり干渉してこない霊のひなた。ひなた、序列はひなたの方が上なのかもしれない。というのも、ひなたと一緒にいる時だけ赤おばさんは襲ってこないからだ。常にひなたのそばにいられたら安全なのだが、しかしそうもいかない。あの子はどこか大人に不信感を抱いている様子で、我々とは距離を置こうとする。周りに話す機会があっても、あの子はター君と遊んでくると言ってすぐにいなくなる。ター君とはひなたの弟で、ひなたが言うには弟はまだ生きているとのことだが、常識で考えればこの民宿で生き続けている子供がいるとは考えられない。一体どういうことなのか、落ち着いたらまた何か書こうと思う。心の安定のためにも。松葉ゆきやつ、ゆきやつ、ゆきやつ、お前だけが頼りだってか。これ何、これ、何これ、で、あー、びっくり。何この人、怖い。赤おばさんをなんか歪めて黒くしたみたいな。私たちはもう過去の人間、抜け出せなかった人間、なのに悲しいという気持ちになれない。今にして思えば、なぜあそこまで生きることに執着していたのか。これ何？小学校教材の算数ドリルがある。無造作にページをめくると、たどたどしい字で何か書かれている。こんな問題、ひなたにも解けるし、ひなたもっと難しい問題でも解けるし、ひなたの考えた難しい問題、10万引く5万は ?1、10、100、次が万だから解けたらひなたと同じくらい算数できる。ひなた、いいの？襲ってこないの？てか、あれだね、マジ構造が変わってるね。家の構造が。よくあったな、この安全。なあ、もうまた。墨をくすりつけたような真っ黒な文字だ。秘密基地は安全だが、見方を変えれば、開花で赤おばさんに狙われることが多くなるということ。待って、秘密基地は安全だが、見方を変えれば、開花で赤おばさんに。階段の上り下りを繰り返すのやめた方がいい。何それ？どういうこと？
あんま登り降りしちゃダメってこと？もう、違うし、構造が。ただの草かと思って踏み込んだらいつの間にか体のあちこちを切っていた。よく見れば、針、トゲだらけじゃないか。医薬品は限られてるのに。草むらに入っちゃダメってこと？もう、あ、ちょっとごめんなさい！手形。巨大な手形だ。それにしては指がやけに短いような。わからん。指が短い役おばさんなんでしょう。怖えよ。山の楽園というタイトル。この中にもいるんだろう、絶対赤おばさん。次の瞬間。怖え。油紙一枚。光る紙切りを使ってコード記録するさ。もうセーブするさ。もう怖いもん。いつ死ぬかわからん。これはなんだ。経営者が記したメモのようだ。この度の民宿の開業にあたり、間宮様から多大なご支援をいただいた。間宮様の幼い息子さんが交通事故で亡くなられてから1年余り。間宮様はうちの子供の前でも笑顔を絶やさないが、心の傷が癒えたわけではないだろう。間宮ター君なのかな。私たちはできる限りのことをさせていただこうと考えている。そこで考えたのだが、離れを間宮様に使っていただくというのはどうだろうか。大勢の中にいては気苦労も多かろうし、少しでも心の平穏を得る手助けになるのならば、離れの浴室の鍵は壊れたままになっている。そうと決まれば、修繕も早めに頼まなければ。離れの浴室の鍵、離れの浴室の壁か、鍵、壁か、壁か、オッケーオッケー、壁壊れてからそこから行けるよっていう化粧室。はい。壁ね。壁でどっか入れるとこあるんだな。こっちは。はあ、怖い。右側ちょっととりあえず行ってみよう。おー、またコード変わってる。モップなくなっとるし、音楽変わっとるし、怖いし。意味わからんし。ちょっと待ってくれ。ここ、ちょ、こっち。何これ。ちょ、おダメージ食らったか、今。この草ダメか、ダメージ。食らうやつか。ちょ、でもあっち行きたいな。肉、一、なにこれ。ちょ、待って、まだ行きたいとこいっぱいあったのに。なんかまがまがしくなってる。まがまがしくなっちゃう。炭をこすりつけたような。ようやくわかった、赤羽さんの正体。俺たちが戦っていたのは、あの人たちが撃っていたもの。すべて同じだったんだ。何もかも、見上げるという行為が。いいよ、俺頑張ったんだぜ。早く見つけてくれよ。もう動けない。お前の余裕こいた面が見たいぜ。いよ、鍵かかってる。ん、優しい国、外は地獄。優しい国、この階段の先が。またいる。落ちる、落ちる、落ちるる。衝撃の分散、かつ生命力があれば、あれは生きるる。でもなんで、なんで、なんで生きるるる。タルルート君みたいに喋るんじゃない。傷んだ渋紙が大量に捨ててある。使えそうなものを探しますか。少し時間かかります。探す。え、あ、渋紙。何渋紙って。油に浸せば油紙ができる。油紙をなんかすごい重要視してない、このゲーム。毒沼。え、ここ落ちたらどうすんの、死ぬの。飛び降りますか。はい。どうした。あーあそれはね、それはまあ死ぬでしょうね。どうしましょうか。あ、まあまあまあ、でも、あれだ。ちょっとやり直したかったところだ。こっち先行こう。あっち行くとダメージ食らっちゃうから。で、めっちゃザクザク刺されたから、もうダメージがめっちゃ食らいまくってる。本館別館。この飛んでるやつとか、なんか話しかけとく必要ない？ないのか、別に。行けるとこマジ増えすぎじゃね？ん？何かを蹴飛ばしてしまったようだ。なんだ？え？これは蜂の巣だ。しまっ！そう思った時は遅く、毒々しい、半模様の蜂が一斉に向かってきた。え、痛い。腕に激痛が走る。刺されてしまった。指でつねって毒を吸い出すが効果は薄く、刺された部分の皮膚が見る前に腫れ上がってくる。早く何とかしなければ。え、マジで。日向の秘密の通路、どっちだっけ。一方通行許可制。ごめん、死ぬかもしれん。一方通行許可制らしい。ちょ、待って。あ、やべ、もう1じゃん、体力。こっから床下へ潜れそうだ、潜る。なにこれ。これ床下か、これ。そう、柱か、これ。もう一撃でも食らったら死ぬ。ちょ、ん？割れたガラスの破片だ。使い道はないだろう。ないのかよ。木桶には油が溜まっている。あ、渋紙を。光る紙で3枚。
何も怖い思い出せないけれど、お兄ちゃん、私たちは間違っていた。民宿から逃げるのではなく向き合う必要があった。ひなたちゃんとどうしてか、そんな気がする。もう一回話してもいいでしょうか。怖い、なんかいろんごめん、今あのダメージ受ける草に、ちょっと、もうダメージ受ける草に、ちょ、これ一応読んだという体で、オッケーオッケーオッケー、壁ね。ちょっと待って、いけるところが多すぎる、急に。ちょっと待って、蜂の巣に当たるのはやめとこう、もう。こっちまずいこう、こっちね。ちょ、不用意に動いちゃいかんな。葉っぱ、あのなんか、この、なんだろう、細かい緑の葉っぱ、あれは無理だ。あれに食らうと、あの、1ダメージ食らう。から、ちょ、他のやつを調べとこう。木桶が割れている。炭をこすりつけたような真っ黒な文字だ。ずっとここに隠れていいよ。ここならあいつは入ってこられない。あいつは体が大きいもの。こんな狭いところまで入ってこられるはずがない。だけど一度、あいつの体が大きくなるのを見た。もしかして小さくなることも？嘘。今、あいつが床下を覗き込んだような。いやだ。来るな。来たのだね。オッケー、これね。え？あ、もうちょっと、あ、場所間違えた。バールで。ちょっと待って待って。ああ、ちょっとごめんなさいでした。ちょっと、うわー、キモい。なんじゃ、すごい。うわアニマルスタイルで来る。アニマルスタイルじゃないか。行ったらいる？あー、なんか怖いからもうやめとこう。アニマルスタイルだった。バールゲットしたぞ。バールで2階に行けるのか。ちょ、2階に行こうか。ちょっと。蜂の巣は行きたくないけど、こっちは？防空壕離れの仕様は買いかかっている。この壁がなんか壊れてるみたいな、言ってなかった？ちょっと待ってよ、あんま行きたくないけど、ちょっと、あー、なんかいろいろいるな。大きい石だ。大きい石が調べれるの何なんだ。こっちは吹雪か。オッケー。防空壕は未だ入れず、入るとしたら斧がまたいるのかな。斧でぶっ壊さなきゃ入れない感じで、あの、あんま、こっち行くと絶対蹴飛ばしちゃうの、これ。蜂が、痛い。早くなんとかして。これもう、あれか、左に行こうと思ったら確定で起こる演出？待って。誰かが書き残したメモのようだ。本館と別館をつなぐ渡り廊下は、10機、なんだっけ、これ。が多い。樹木か。あの女から身を隠すのには適して。樹木。ちょっと、どうにかして、治療しないと。あと何回この世界を繰り返す。何度繰り返してもたどり着く結論は一つしかない。ちょっと待ってよ、死ぬ。めぼしいものはない。壁に教本の、横線が引かれている。子供が背比べした跡のような。ほう、これは友達だって騙したくない。なのにその上弟まで裏切れというの。そこまでしないといけないの。そうまでして生きなきゃいけないの。確かに、なんか待てこの床板剥がせそうだ。待って、剥がしたらなんか起こりそう。起動しない随分と古いパソコンのようだ。引き出しには鍵がかかっている。金庫がある。わからん。ただの指示で書かれた張り紙がしてある。日向と同じくらい算数できれば開く。5万、開いた5000だけど。生命力向上剤。なんだそれ、生命力向上剤。青白く光る薬瓶、生命力の最大値が上がる。なに？10上がった。やったぜ。これはお助けアイテムかな。まあ、とりあえず引っぺがしてみるか。はい。髪切れ。なに？なに手に入れたって？板切れか。待って、頑丈な板切れ、一人ぐらいなら、乗れそうだ。なるほど、板を剥がしただけか。中に何かあったわけじゃないんだ。ちょっと待って、護衛セーブしたいっていうか、生命力やべえって、買いかかっている。救急箱でいいのかな、これ。止血効果台。これでどうにかなるのか。ちょっと一回使ってみようか。救急箱。へい。お、すげえ。これでいい？でも減ってくじゃん。あ、くそ、毒があるからダメじゃん、結局。待って、ドアの隙間から何か黒いものが垂れている。ドアを開く。ごめん。あ、間一髪避けた。やった。髪の毛の束のようなものの、髪の間に何か挟まっている。油紙手に入れて、やった。あ、くそ。あー、もう体力がもう結局減ってしまった。
待って、え、なに、え、キモい、え、え、なに今の、なに、爪をこすりつけたような真っ黒な文字だ。民宿に泊まっていた客の一人に油紙の切り絵を市民にしていた男がいたらしい。渋紙か。渋紙を油に浸せば油紙になる。それでこの民宿には油紙が至るところに。ひょっとしてどこかに大量の渋紙があるのか。あったよ渋紙。大量の、また一だ。なんかおばさん、どうにか手を抜いてくれ。俺相手に手を抜いてください。ちょっと一回セーブしようか。セーブしましょう。怖いよ。もしかしたらやり直しとくかもしれない、次のデータでは。待って待って、なんて書いてあった？ S ラウンジ。ああ、何かと思った。なんか2ラウンドみたい、2ラウンド目みたいなことかと思った。これなんだ？達筆で書かれた字。君が子供らに狙われてるのはいつだろう。例えば君が管理者室の鍵を手にしたりしたら、この辺りで狙われるかもしれないね。それまでは大丈夫。ここを踏んでも安全なはずだよ、きっと。踏んでも安全ってなんだ。安全じゃなくなる時が来るのか。で、ここにはなんか強心者みたいなのいるから、こいつにダメージ食らわないように、こいつなんかザクザクしてくるから、ちょっとここはここはここは、ああ、いる。ひなた、体が2つあればいいのだがね。もっと君の行く手を防げる。こいつ何者なんだ。なんで俺の壁に入ってったし、なぜ俺の行く手を塞ごうとするんだこいつは。何もないか。やばい、結構時間になってるな。あーん、やーやーよーやーよー、それはやーよー。あ、やめて、ちょっとダメージ食らわないように、ここ開けて。オッケー、バールで。これはもういらない。バール逃げるとき邪魔になる、置いていくことにした。そんなバカな。油紙一枚、なんか暗くなった。鏡がある、特に変わったところはない。本当に黒い人間、あれは過去、民宿を抜け出せずにここで朽ち果てた人間。あんな連中の情報はどこにも書き残されていなかった。存在すら知られないかのように。あの連中、意思疎通のできる者もいれば、顔があっただけで襲ってくる者もいる。だがもしかすると話の通じる者に出会えたなら、何か有益な情報がつかめるかもしれない。小便器の中に何かある。どうしてこんなところに。許可証を2枚手に入れた。許可証、ひらがなで許可証、子供地下廊下と書かれている。あ、やった、いけるのか。一方通行のとこ入れるのか、これで。あっ、ああ、目玉落書きのような。もうやめてください、やめてください。じゃあここ出たらもう終わろう今日は。怖い怖い、結構長々やっちゃった。終わりどころがわからんくて。いや面白いこのゲーム。収納ボックスの底に何かある。吸引器を手に入れた。じじじじじじ、ん、腕。こんなところにもスズメバチが。え、火、上に赤おばさん出た。え、どうぞ。蜂を追い払う、息を殺して耐え忍ぶ、耐え忍ぶ、はあ、はあ、う、え、鈍い痛みが、鋭い痛みが走る。く、刺された、刺されたのではなく、シャツの上から噛まれてしまったようだ。多分振り払ったら若葉さんに殺されたんじゃないの。え、でもこれ、ここに聖者はいないようだな。は、入り口の方に赤い服の少女がいるようだ。上位者、あー怖い怖いよマジで。怖い、言ったようだ。もう、ふう、記録しておこう。あー、よかった。逃げ切れた。逃げ切れた。あー、怖い。はい、じゃあもう、今回はここで終わっていこうと思います。キリがいいですね。でもどうしよう。蜂のさ、毒とか、どうすよ。救急箱一個無駄にしちゃったし。どうしよう。やり直しとこうかな、これ。このゲーム、どうだろう。難易度どうなんだ、高いのかな。後半積んだりしないよな。ちょ、ごめんなさい。もしかしたらちょっと、ここまでちょっとさっきの救急箱を使わないパターンでやり直しとくかもしれません。いいですかね。ちょっとクリアまで、最後まで見届けたいんで、このゲーム。はい。じゃあ、最後まで見てくれた方ありがとうございました。絶対にね、葵ちゃんだけ、いや違う、桜ちゃんだけでもね、救ってみようと思うんで、他の人はみんな亜美ちゃんくれたりとかなんか、全然信じてくれないんで、もう桜ちゃんだけを助けるために、頑張りたいと思います。最後までありがとうございました。お疲れ様です。次の放送、次の動画、パート6かな。で、お会いしましょう。